ではこちらの文献について、稲岡が紹介します。こちらが文献の情報です。まず概要です。この文献は文書のベクトリ表現っていうのを作ることを提案しています。で、この論文の中では、ドキュメントコーバリアンスディスクリプターっていう呼ばれてて、略でこう どこぶとかなんか多分呼ぶと思うんですけど、そういうふうに呼んでます。で、この方法、この手法はその、文書からベクトリを作れるってことで、それ自体だとあれなんですけど、それを使って、他のタスクにこう応用が効きやすいっていうような、手法になってます。で、実際に評価をして、他の手法とこう匹敵するようなこう性能が使用したものっていうのは、長い歴史があるっていうふうにありまして、よくあるもう今でも使われるんですけど、そのバックオブバーズだったりとか、レイテントセマンティックインデクシング、LSI っていうふうに訳される、こういうものが、昔から今でも使われているような手法としてあります。で、最近だとその単語埋め込みっていうものをこう、ニューラル言語モデルからこう獲得して、上のような学習してその、検索に使うっていうような手法も、考えられています。で、その単語埋め込みは単語単位で獲得されるベクトルなんですけども、その、文書検索とかではその、文単位だったり、段落、文書っていったような広い範囲のその単位の、分散表現っていうのもこう作って、文書検索に使ったりっていうようなことが行われています。で、その今回提案しているそのドコブとその、従来手法の比較っていうのをここで行っていて、その、従来手法として例えば文書単位でこう、ベクトル表現をこう獲得するようなドクツーベックだったり、ファストセントっていう手法だと、その特徴としてその空間、その文書、表現の存在するそのベクトリ空間っていうのがその単語と同じ空間、共通の空間にあるっていう風な特徴があります。で、これ右が例で、その左がこうなんか左のこの文書と右の文書っていうのは別のものを表している文書でなんですけども、そのでそのこの赤い点っていうのが各単語ベクトルのプロットで、でこう、青がその平均で、この黄色いのがそのドクツーベックとかで獲得されるようなベクトルになっています。で、2つの文書は違うんで、その例えばドクツーベックとかで獲得されるベクトルっていうのは離れているべきっていうのが本来なんですけども、実際にはその単語、その文書表現、文書のベクトル表現っていうのはその単語と同じ空間にあって、で 実際にこう2つの違う文書でも近づいてしまうっていうような傾向があるっていうふうにありました。で、それに対してそのこの提案している手法っていうのは、その、単語のその文章内の単語のその、存在するこう、これ各プロットなんですけど、その密度の形状っていうものをこう符号化することができるっていうふうに伸びていって、例えばこれだとこう、この点線でこう囲われているのがその形状なんですけども、それをこう、一つの固定状のベクトルにするっていうような手法になっています。で、その比較としてあるのが、そのさらにあるのが、その従来のそのドクツーベックだったりファストセントっていうのは、その反復してなんか学習とかをこう繰り返すような手法で、その獲得するのに時間がかかるっていうようなものがあります。ただそれに対してその今回の提案手法っていうのは、共分散っていうものを計算するんですけども、その計算っていうのがその、そうですね、
学習をこう反復して繰り返すとかではなくて、その一回こうガッて計算して終わるようなもので、かつこう並列性が高いっていうものがで、その高速にその計算っていうのを行えるといった特徴があります。で、次に実際具体的なこの提案手法の説明に入ります。まあ、まずそのまあ、その直接説明する最初にこうドキュメントをまあどう表現するかっていうのをここで示しています。その O っていうのがまあ一つのドキュメントだと思ってもらえばいいんですけども、これは行列になっていて、で、この手法はまあ単語埋め込み、どこから取ってきた単語埋め込みを使用してそのこの行列を作ります。この行列のその各行っていうのが各単語に対応していて、でこの各単語がこう D 次元 の単語埋め込みで表現されているっていうような行列になっています。なんで、まあ、単語埋め込みがこう D 次元だとするとこう横が D 次元あって、でそれで、N 単語あるとするとこう M 行あるっていうようなようになっていて、まあまあ、N×D のこう行列で文章っていうのを表現します。で、次が、まあコーバリアンスマトリックスって書いてあって、まあ、これは共分散、まあ、コーバリアンスが共分散なんで、まあ、共分散なんですけど、そのさっきの、まあ、行列 その各、行が、単語になっているんですけども、その各単語の、N じゃない、I 列目のこう組み合わせでその共分散を計算してやって、計算してやって、まあ、一つのこうマトリックスの、行列を落とし込みます。N 単語じゃなくて、まあ、その各単語ベクトルがまあ D だとすると、その各その I、その単語が、D 次元で表せる時 その I 次元目っていう部分のその部分に対してその共分散を計算していくので、まあ、最終的に、まあ、それを組み合わせ、それから出来上がったこの行列っていうのは D×D になっていて、かつこう、まあ、共分散これ入れ替えても同じなんで、まあ、こうこの行列は対称になっている、対称の行列になっているっていうような特徴があります。で、まあ、最終的に、まあ、これを、まあ、ベクトルに、まあ、落とすんですけども、そのまあ、この行列 その対象なんで、まあ、この図でいう赤い部分だけをこう取ってくればよくて、で、そうですね、ただ、まあ、持ってきて、まあ、こうそれを横にこう並べると一つのベクトルになるんですけども、まあ、ただそのまま持ってくるんじゃなくて、その、対角要素に対してはまあそのまま持ってきて、そうじゃない部分に関してはこうルート2をかけるっていうような処理を行っています。でこれで、そうですね、今赤い部分っていうのを一つのこう横並びのベクトルに変換するっていうようなことを行います。で、次に、まあ、このさっきの方法で獲得したベクトルに対してこうのこう特徴っていうのをこう評価していきます。まあ、最初はその、まあ、単語ベクトルをこうどう変換させたときにこう結果がどうなるかっていうのを評価していて、まあ、今回はこの IMDB Movie Reviews っていうのを使って、そのデータセットを使ってまあ分類のタスクを解かせて、まあ、その評価によってその性能でまあ評価します。で、まあこのあくまで今回の方法っていうのはまあベクトルを取ってくるまでのところで、まあ、そのベクトルをまあどう分類するかっていうのはまた別のタスクな、別の方あれになるんですけども、今回は線形 SVM でその獲得したベクトルを分類しています。で、このレビューっていうのは複数の文で、まあ、構成されていて、まあ、文複数の文なんですけども、それから一つのベクトルを作るっていうような問題になっています。で、このデータセットはこうトレインテストがまあそれぞれ25キロずつあって、それが何もフライトないのがこうアンラビルドとしてこう50キロあるデータセットです。で、まあ、まあ基本的にはまあトレインとテストだけ使うんですけど、そのまあ、最初にその単語ベクトルっていうのを獲得しないといけないんで、その単語ベクトルをその、まあ、事前学習済みのやつを使ったパターンとそのアンラビルのとこからこう学習したパターンの両方でこう比較をしています。で実際にこれが結果で、一番左のこう赤い部分がミーンっていうので、単純にこう平均しただけの結果、単語ベクトルを平均して、まあ、一つのベクトルを取ってきただけの結果で、
右がその、まあ、今回の提案手法だったりとか、それプラスアルファこの、まあ、従来の手法をこう組み合わせたような方法になっていて、でこれはエラー率なんで低い方がいいんですけど、こうただ平均を取るよりだけに対してこうよく働いているっていう、あのよく動いているっていうのがいいベクトルだってことが分かります。で、この中で特にその提案手法にそのバックオブアーズを組み合わせたものがこう一番エラー率が低いっていうような結果になっていて、で、まあ、その中のさらにその単語ベクトルに関してはこう、そうですね、あの、Google ニュースで事前学習したベクトル300次元のベクトルを使って、まあ、文章ベクトルを作るのが一番いいっていうような結果になりました。で、次の評価がその、文の意味関連性データセットっていうものを使って、評価します。これはその、まあ、意味の関連性があるかどうかっていうのをこう人間がこう付与していて、そのそれの人間のその関連性の感覚っていうのと、まあ、ベクトルのその近さ、ベクトルの近さっていうのがこうどれだけこう一致しているのかっていうのを評価します。で、まあ各相関係数で評価をします。と、結果がこうなっていて、まあ、こうざっくりする、ここに今いっぱい分類分けてあるんですけど、まあ、オールだけ見るとこうそうですね、まあ、従来の手法に比べてこう高い精度になっているっていうのが分かります。で特に高いかって、そうですね、あの従来のやつと比べてまあ匹敵する性能になっていてなっています。でその、まあ、上のまあ従来の手法っていうのをまあ見ると、まあ、どれもこう、まあ、ファストセントとかスキップソードとかこうオートエンコーダーとかこう全部学習をこう繰り返しやらないといけない手法なのに対して、まあ、今回の提案手法っていうのはこう、まあ、学習その単語ベクトルさえあればその文章ベクトルとかの学習っていうのは行う必要がないんで、まあ、こう優位なより良い手法であるっていうふうに述べています。で次がこうそうですね、あのちょっとこれ議事も逆なんですけど、そのムービーレビューとかその主観性とかあのカスタマーレビューとかそういう あとテイククエスチョンデータセットも使ってその分類ですね、まあ、さっきの分類っていうのはあくまで単語ベクトルの影響っていうのを確認する時期だったんですけど、これはまあ実際にこう他の手法と比べて分類においてこうどれだけ性能が高いか高くなるかっていうのを確認するための実験を行っています。で、結果がまあこうなっていて、こうそうですね、従来のまあ、ベースラインとされているような平均の平均を取ったりとか、あとはバックオブアーズに TF-IDF の重みを加えたものっていうものに対してこう今回の提案手法っていうのがこうより高い性能を出しているっていうことが分かります。でまたその今回の提案手法っていうのはその、まあ、純粋にこれだけあの提案手法だけを使った場合はこの赤の部分で、それにプラスアルファこう平均とかバックオブアーズとかこう足していくっていうのが、まあ、この青の部分なんですけど、まあ、そういうのを足すとこう、まあ、さらに良くなるっていうような傾向にあることが分かります。まあ、これはこうつまりその今回の提案手法っていうのがこう、まあ、他の手法にこう付け足すことでこうより良くなるようなこうそういう性質を持った手法であるっていうふうに述べることが分かります。で、まあ、その従来のこう手法と比べてもこう、まあ、同等か高い精度がこう出ているが分かります。まあ、こちらもまあ先ほどと同じなんですけど、上の方にある手法っていうのは基本的に全部こう学習その単語ベクトルを学習するだけじゃなくてその文章単位でこうまた学習文単位とか文章単位で学習をしていくような手法になっていて、まあ、そういうところにこう並べるような性能になっているっていうような結果になっています。と最後にコンクルージョンです。とこの論文ではその分段落文章のようなこう単語よりも広い範囲の新たなベクトルの表現方法っていうのを提案しています。で、まあ、従来、まあ、使われてきたその文や文章の、まあ、ベクトル表現だとこう学習反復した学習ようなことを行って獲得するんですけど、まあ、そういうのは必要なくて、単語のベクトルさえあればこうさっきのような、ことができるっていうようなメリットがあります。で、まあ、実際にその各タスクでこうその性能を評価して、まあ、その有用性っていうのを確認しています。と以上で終わります。